次に浜田聡君の質疑を行います。浜田聡君。はい、浜田聡でございます。本日予算委員会最後の質疑をさせていただきます。先日国政政党そして会派 NHK 党は政治家女子48党へと変更となりました。そして党首も立花孝志から30歳女性の大津彩香へと変更となりました。最年少の国政政党党首です。政党名会派名は変わったとはいえ NHK 党は政治団体となり今後も立花孝志を中心に活動していきます。もちろん NHK でお困りの皆様のサポートをこれまで通り継続させていただきます。党首変更、党名変更、会派変更でお手数をおかけしていますが今後ともよろしくお願いいたします。まず今話題のいわゆるコラボ問題を取り上げさせていただきます。東京都の若年被害女性等支援事業の受託者である一般社団法人コラボの会計報告に問題があることが明らかになったことを発端としてさまざまな問題が次から次へと出てきているというものであり今後も新たな問題が多数出てくるものと想定されます。この後の話に入る前に私からまず述べさせていただきたいこととしては被害を受けている女性を支援することは必要であり重要であることを改めて強調させていただきます。ただ一方で国民負担率が5割になろうとしている現在において国民から納められた税金の適切な利用も同様に重要であります。さて会計報告などに問題があるとして出されたコラボに対する住民監査請求について都が異例の再調査を勧告され先日再調査結果が公表されました。ここでこの件の発端となった昨年の東京都への住民監査請求に注目したいと思います。後ほど岸田総理に質問します。この住民監査請求は一般男性が行ったものです。この後私含め多くの方が極めて異常と思われることが起こりました。それは何か。11月29日にコラボが弁護士7人を揃えるなどして大々的な記者会見を衆議院議員会館で開催しこの一般男性を批判の上で提訴するものに発表しました。それが新聞社など大手メディアで大々的に報道されたというものです。結果としてこの住民監査請求で公金利用管理におけるさまざまな問題が見つかったわけです。私は結果として非常に意義のある住民監査請求を行ったこの男性に対してコラボ側が弁護士7人を揃えて批判する会見を開いたこと、そして大手メディアで男性を批判する報道が数多くなされたことについてはこの一般男性の気持ちを想像すると恐怖を覚えます。総理にお聞きします。結果として非常に意義のある住民監査請求を行ったこの男性に対して弁護士7人を揃えて批判する会見を開いたことについて総理のご見解を伺います。大臣どうですか。じゃあ加藤厚生労働大臣。厚労省の案件でございますので、先にまず指摘の住民監査請求に関する批判というのは、これはまさに私人間の課題でありますから、政府から答弁するものではないんだろうというふうに思います。また、住民監査請求は地方公共団体における違法または不当な公金の支出の発生の防止等を通じ、地方公共団体の財務の適正を確保し、住民団体の利益を保護することを目的とした仕組みであります。監査請求を受けた東京都の若年被害女性等支援事業に係る再調査結果では国の補助対象事業と法人の実主事業の間での費用安分が適切になされておらず事業経費として過大に計上されていたことなどにより事業経費と認められたものが合計約192万円あったと承知をしております。厚労省としては本調査結果また補助金適正化法の趣旨を踏まえどのような対応が必要か検討していきたいと考えています。岸田内閣総理大臣。まず住民監査請求は、地方公共団体の財務の適正を確保し住民全体の利益を保護することを目的とした仕組みであると承知をしており、自治体の運用をチェックする機会になると考えておりますが、今、厚労大臣からも答弁させていただきましたように、ご指摘の住民監査請求に関するこの批判については、これ、私人間における問題であることからして、政府として答弁は差し控えたいと考えます。浜田聡君。はい、ありがとうございます。私が思うに、結果として公金利用管理におけるさまざまな問題が見つかった監査請求についてこれに反抗して記者会見まで開いて、開いた7人の弁護士の方々は一般男性に対する行為としてはいかがなものかと思います。引き続き、総理に質問させていただきます。この東京都若年被害女性等支援事業を受託しているのはコラボを含めて4つあります。コラボ以外に若草プロジェクト、ボンドプロジェクト、パップスがありまして、これらに対しても住民
民監査請求が通りまして、今後の動向が注目されます。そこでお聞きします。これら住民監査請求は、国から見えづらい地方自治体の運用をチェックすることができる貴重な機会であると私は思うのですが、総理のご見解を伺います。加藤厚生労働大臣。ちょっと先ほどと一緒になって申し訳ないんですが、住民監査請求そのものは、地方公共団体における違法または不当な公金の支出等の発生の防止などを通じ、地方公共団体の財務の適正を確保し、住民団体の利益を保護することを目的とした仕組みであるというふうに承知をしているところでございます。なお、今お話になった件は、監査請求人の SNS 等で監査の実施が決定した旨が発信されているものと承知しておりますが、先ほど申し上げたように、いずれにしても、こうした補助金等適正化法等の趣旨を踏まえて、また調査結果、また新たな調査結果が出れば、またそれも踏まえて、厚労省として必要な対応を検討していきたいと考えています。求められますか。岸田内閣総理大臣。はい、申し訳ありませんが、政府の立場ですので、今、厚労大臣からお答えしたとおりであります。答弁は控えさせていただきます。浜田聡君。はい、ありがとうございます。この住民監査請求というのはですね、一般的にはほとんどが却下されて、めったに認められないのですが、それが立て続けに認められるというのはですね、はっきり言って異常だと思うわけです。この異常な事態を多くの国民に知っていただきたいと思います。さて、この東京都若年被害女性等支援事業を受託している4団体、若草、ボンド、バップス、コラボですが、このどうやら東京都はこの4団体だけを受注先として指名し続けている件に関して問題提起させていただきます。質問ではありません。東京都は若年被害女性等支援事業において、その入札をせずに、この4団体だけ受注先として指名し続けていますが、本来なら入札をすべきと考えます。東京都はその理由として、広報上の契約という概念を持ち出しています。この広報上の契約を理由として、入札など正当な手続きを経ずに随意契約を続けています。さて、この広報上の契約ですが、学術的概念であって、実際の公的契約では適用されない概念のようです。先日、我が会派の同僚であるガーシー議員の質問主意書でこの件、確認させていただきました。そしてその答弁書も返ってきました。その内容をかいつまんで説明しますと、地方自治体が発注する契約を広報上の契約に類する契約などといって、地方自治法234条スルーするなんてのは認められず、したがって地方自治体法、自治法道上に規定されている監督または検査義務が発生しますということでした。さて、これによって次のことが判明したと思います。東京都が広報上の契約に類する契約という行政手続き上では存在しない契約方法であることを理由に、地方自治法234条を無視して4団体との契約を行っていること、かつ監督検査義務を行っていることは、それぞれ地方自治法違反となる可能性があるということです。政府におかれましては、今後東京都これら4団体へ適切な対処されることを希望します。さて、このコラボ問題ですが、とにかく次から次へと問題が出てきます。先ほど申し上げた一般男性が明るみにしたこの件について、防衛費財源を捻出するなど税金の使途をしっかりチェックするという方針を打ち出した岸田政権におかれましては、調査対処などをしっかりと取り組まれることを希望します。さて、次に、先週に引き続いて共産党さんに関して質問をさせていただきます。政府参考人の方に伺っていきます。これからの話の前置きとして、警察庁のサイトに記載されていることについて質問させていただきます。その警察庁のサイトというのは、暴力革命の方針を堅持する日本共産党というタイトルのページでございます。大前提としてですね、日本暴力革命の方針を堅持するとされる国政政党があるのは望ましくないということです。共産党さんからすると、当然政府からこういった扱いをされることは不幸なことであると認識しておりますが、共産党支持者関係者以外の国民にとってもですね、暴力革命の方針を堅持するとされる国政政党が国内に存在することは不幸であると思います。いずれにせよ、今後多くの方々の努力によって暴力革命の方針は完全に捨てたと政府に認められることが望ましいと思います。私としては、まずそれを申し上げた上で、これからの質問をさせていただきます。政府参考人の方にお聞きします。日本共産党は日本国内において暴力的破壊活動を行ったかどうかについてご解説願います。田野尻武法務省公安調査庁次長。
お答えを申し上げます。ただいま委員からは警察庁 の、 ウェブサイトについてご指摘ございました。私ども公安調査庁といたしましても、日本共産党は昭和26年から昭和28年頃にかけまして、日本国内において破壊活動防止法第4条第1項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあると認識をしているところでございます。浜田聡君。はい、ありがとうございます。引き続き伺います。日本共産党が暴力的破壊活動を行ったことについて、判決で認定されている事件についてご解説願います。田野尻武公安調査庁次長。お答え申し上げます。警察庁のウェブサイトには、白鳥警部射殺事件、あるいは大須総上事件について、ご指摘があるということを承知しておるところでございます。浜田聡君。はい、ありがとうございます。引き続き伺います。日本共産党による暴力的破壊活動について、同党は謝罪をしていますでしょうか。確認可能なものについて解説を願います。田野尻公安調査庁次長。ただいまお尋ねは謝罪ということでございましたが、これは何をもって謝罪というか、これは評価にわたるお尋ねでございますので、答弁を差し替えさせていただきたいと存じます。浜田聡君。はい、ありがとうございます。引き続き伺います。警察庁のサイトによりますと、51年綱領に基づく暴力的破壊活動を展開とあります。そこで伺います。51年綱領は暴力革命の方針を否定しないものと想定していますが、その理解でよろしいでしょうか。また51年綱領はいつ廃止されたでしょうか。よろしくお願いします。田野尻公安調査庁次長。お答えを申し上げます。日本共産党が昭和26年10月の第5回全国協議会で採択した51年綱領には、日本の解放と民主的変革を平和の手段によって達成しうると考えるのは間違いであるなどと記載されているものと承知をしております。なお同党は現在においても、いわゆる敵の出方論に立った暴力革命の方針に変更はないものと認識しておるところでございます。浜田聡君。はい、ありがとうございます。引き続き伺います。先週月曜日の予算委員会において、私は次のように申し上げました。G7 各国においては、自由、民主主義、人権、法の支配といった基本的価値観が共通しているがゆえに、暴力革命によって自由と民主主義を破壊する勢力である共産党が非合法化されと申し上げました。この点について改めて確認させていただきたいと思います。伺います。G7 各国における、いわゆる共産党と名のつく政党の中で、暴力革命によって自由と民主主義を破壊する意向を持っていることが指摘されている政党はありますでしょうか。田野尻公安調査庁次長。外国の政党についてのお尋ねでございましたけれども、その意向などの活動方針の詳細を承知しているものではございませんので、お答えする立場にないことについてご理解を賜りたいと存じます。浜田聡君。はい、ありがとうございます。ちょっとこれに関してはですね、通告時の調整が、うまくいかなかったところはあるかなと思います。総務省に聞いてもよかったとは思いますが、引き続き次の質問に移ります。世界各国の共産党事情につきましては、さまざまな意見を拝見したところ、やはり暴力革命によって自由と民主主義を破壊する意向のある共産党は非合法化されているという意見が一般的のようですので、改めて確認させていただきました。さて最後に伺います。破防法の調査対象団体である日本共産党と政治的に協業、例えば選挙協力などをその団体の意思として積極的に行うような行為は、日本共産党と同様に暴力革命を否定していない、もしくは容認すると推察すると考えることもできると思います。そうであるならば、それらと協力する団体も破防法の調査対象団体に指定することも検討できると思いますが、政府の見解をお伺いします。田野尻公安調査庁次長。
ただいまご質問ございましたけれども、ただいまのご質問は家庭の質問でございますので、答弁は差し替えたいと存じます。浜田聡君。はい、まあ、できれば踏み込んで、お答えいただきたかったという希望はお伝えをさせていただきます。まあ、先週の繰り返しになりますが、今後、多くの方々の努力によって、暴力革命の方針は完全に捨てたと政府に認められることが、私は望ましいと思います。また、先週の私の質疑の繰り返しになりますが、まあ、最も言いたいこととしては、政党法を作って、情報公開や透明性を担保すべきということでございます。政党は一応私的な組織かもしれませんが、いずれ政権担当を目指すということになると、内部自治の状況や仕組みやさまざまな活動を国民に確認可能な形にしていく必要があるということです。政党法を作ろうという議論になった場合には、各政党において改めてその組織の在り方が議題となり、それは各政党においてそれぞれプラスになるものと私は確認しております。すでに政党法を作るべきだと公表されている政党はすでにあり、私は敬意を表します。このような政党法に関する議論が今後広がっていくことを期待しつつ、私自身も努力していくことを申し上げ、質問を終わります。どうもありがとうございました。以上で浜田聡君の質疑は終了いたしました。これにて物価高、少子化対策等現下の諸課題に関する集中審議は終了いたしました。本日はこれにて散会いたします。